福岡市中央区、清川は、福岡県福岡市中央区にある地名。1丁目から3丁目までが設置されている。郵便番号は 810-0005 号。福岡市中央区の東部に位置し、渡辺通りの南側に位置する。東側は中川を挟んで、博多区と接している。北側に住吉通り、西側に日赤通り、南側に百年橋通りが走っている。北側の住吉通り沿いには、スーパーマーケットサニー渡辺通り店や清川、サンロード商店街といった商業施設があり、賑わいを見せている。また、日赤通り側には2005年に福岡放送がサンセルコから、2008年には FM 福岡が渡辺通りの九州電力本社ビルから、それぞれ新たに建てた社屋に移転した。一歩路地裏に入ると、閑静な住宅街になっている。江戸時代から、博多の花街は、現在の博多区下呉服町にあり、京都の万里小路の柳町に倣い、柳町と呼ばれて栄えてきた。しかし、1909年に、福岡医科大学の設置が決定し、柳町の遊郭は、渡辺与八郎の尽力で当時、住吉村高畑と呼ばれていた、この地に移転、新竜町として新たな歴史を歩み始める。新竜町は、その後、長崎の丸山、熊本の日本木と並ぶ大きな花街として栄えたが、1945年の福岡大空襲で街の半分が焼失した。戦後、再び赤線として再興したが、1958年の売春防止法施行により、その歴史に幕を閉じた。現在も、王子の全盛の面影が垣間見える建物がいくつか残っている。福岡放送社屋。日赤通り側に立つ。FM 福岡社屋。日赤通り側に立つ。清川ロータリー交差点町内に鉄道駅はない。角川日本地名大辞典40。福岡県 FBS 福岡放送。渡辺与八郎の未来都市。大学誘致運動と遊郭移転対西鉄。ウェブミュージアム、田中美穂、福岡地方史研究 P58P59、知らなかった?九州大学と遊郭との間には微妙な関係があった。ファン福岡。2021年5月19日閲覧。商業地、住宅地としての発展福岡城南、この町アーカイブス三井住友トラスト不動産サニー、渡辺通り店西友、アパホテル、福岡渡辺通り駅前エクセレント、福岡ロータリー交差点なぜ?心霊スポットの噂も引く朝日新聞、2017年4月23日。ありがとうございます。